仕事帰りは退屈でした。飛行機ゲームでもやりませんか。今日はレーザー手法で一撃します。これは絶え間なく続くレーザー光線です。初期の小さな飛行機に対処するには瓜を切ったり野菜を切ったりします。さらにすごいことにレーザーは屈折力を高めます。大規模な殺傷兵器に変身しました。正解製図はさらに爽やかです。レーザー手法が4つ星レベルにアップグレードしました。暗赤色のレーザーで5つの敵を同時に屈折させます。小さい飛行機でも大きい飛行機でもです。彼の前にあるのは小さな機械です。でもそれが一番じゃありません。このゲームには超兵器システムもあります。敵に本物のレーザーを見せます。レーザーは敵を屈折させるだけではありません。数秒ごとに超光レーザーを発射します。無限の大技の爽快プレイがそれです。この太いレーザーが戦場を横切っています。行くところ一本の草も生えません。まさに敵の悪夢です。ボスの挑発に対して最大の威力を発揮します。敵はスーパーレーザーの火力に耐えられません。そんな爽快なフライト体験でした。ゲームは左下にあります。やってみませんか。